皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。今回のテーマはこんな人は中学レベルから始めようというテーマでやっていきたいと思います。世の中の高校生、中学レベル舐めすぎ。そうですね。中学レベルの参考書をなかなかやってくれない、自分には必要ないと思って飛ばしちゃう、そういうケースがめちゃくちゃあるなと思ってて、武田塾で無料受験相談切って、正直中学レベルからやった方がいいよって結構言うと、うすうすそうとは思ってましたが、なかなか自分ではできず、正直ちょっと上の参考書、エイブポポラリス1とかね、そういうところからやっちゃってました。そういうケースが結構あります。自分で中学英語一つ一つ必要だと思って買ってやりましたみたいなのはあんまないですね。そうですね、はい、今回、4つの基準を武田塾で作りました、はい、この4つの基準に当てはまる人は自分は中学レベルからいるんだっていうのを自覚する動画にしてもらえたらなというふうに思っています、はい、じゃあ4つの基準順番にいきましょう。1つ目の基準、通ってる高校が高校受験の偏差値55未満の高校なら全科目、偏差値65未満の高校なら一部の科目は中学レベルからやり直しというふうに思ってます、はい、詳しくはこの動画で、ね、一緒に喋りましたけれども、やっぱり単純に考えて中学レベルの仕上がりが一番出るのは高校受験だろうと。そう、ね、高校偏差値を見れば分かるわけですよ。通ってる高校によってね、僕らも指導を分けて工夫しながらやったりとかしますからね。そうです、そうです。中学校の定期テストとか思い出してほしいですけど、中学生の定期テストってまあ基礎的な内容なわけです、そんなに発展問題出ないですよね、公立の中学であれば、おそらくじゃあ偏差値70とかに行った同級生とかは満点近くとかね、毎回どの科目も取ってたはずなんですよ、一方で自分は平均点ぐらいだなってことは、もうその時点で知識量に倍ぐらいの差がね、難関高校のことをあっちゃったりするんじゃないのかいみたいなことですね。ちょっと難しいのは、例えば偏差値60ぐらいの学校行ってますと、はい、で、それでもでも復習した方がいい科目があるよっていうのが今回のこの基準じゃないですか、偏差値60の高校通ってる子たちは、進学校扱いされたりするわけじゃないですか。だから高校受験の塾とかだと、結構その上の方のクラスにいたりとか、できてる子扱いを今までされてきたと思うんですよ、そういう時に、いや舐めないでくださいよ、いや自分は結構偏差値60ぐらいの高校も一部の科目復習した方がいいと言われてますが、そんな悪くないんじゃないですかみたいなのが結構本音としてあると思うんですよ、これどうですかこの辺は。許されるパターンとしては高校のトップクラスの子だと思うんですけど、実力が点数的な自信であるんだったらいいんじゃないですかね、ただちょっと思うのは、大学受験みんな挑もうとしてるんよねと、はい、中学レベルに穴あったら速攻終わると思うんですよ。これから家建てようとしてるけど、もう土地がもう地盤ぐちゃ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 みたいなちょっと穴があって、そこにもし柱を建てようもんならそこだけズボーンって落ちちゃうわけじゃないですか崩壊しちゃうんですよね、もう絶対が。そうそうそう、中学時代の内容は完璧で当たり前やと思うんですよ。だその感覚持ってほしいですね。そう、高得点だったとかじゃないですよ、満点取れるぐらいまで仕上がってましたぐらい欲しいっていうイメージですね。なんでちょっとその辺も含めてちょっと話をしていきます、はい、偏差値60ぐらいの高校の人は英語はすごい満点取れるぐらい自信あったかもしれないけど、数学は低かったです、国語はそこそこです、みたいになって結果アベレージは、合格点超えてたから入れたけど、超えてないとこは超えてないわけじゃないですかっていうところは気をつけてるっていうイメージですね。じゃあさらに細分化して、2個目3個目ちょっと話していきましょうか、はい、2つ目は中学時代の定期テストが 80% 未満だった人、これでは中学レベルから復習してくださいと、はい、特に英語とか数学とか今後は科目別に見れるんで分かりやすいなと思うんですけど、普段の定期テストで普通に勉強してたら8割は超えると思うんですよ。そこそこの進学校に行く人の感覚化したら、そう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 、90点超えて学年で上位争いをしてるのが理想の中学生ですね、でそういうことじゃ大学受験も軌道に乗ればうまくいきやすいとは思います、でも中学生の頃に80点なかなか超えなかったよ、たまに80点超えたけど7割台6割台の時も多かったよっていう人は、やっぱり穴があると思いますね。ありますね。その穴はちゃんとそこで潰しとかないと高校行った時苦労するというのは間違いないんじゃないかな。そうですね、高校進学率ほぼ 100% に近くって、高校から大学に進学する人は大体半分ぐらいと、ってなってくると中学校の半分に1位にいたってことは、大学受験になってくると一番下に入るってことですからね、っていうぐらいのヤバさが平均点だと思ってほしいです。偏差値50未満の高校とか、55未満の高校かな、とか、やっぱり就職する人とか専門学校行く人とか、大学とかも推薦で行く人とか、大多数なわけじゃないですか、もちろんそれは不可能とは言いませんよ、大学を一般受験のチャレンジが不可能とは言わないですけど、現実そういう人が多いわけで、そうすると大学受験をするっていう人たちの中では下の方に行っちゃうってことですよね、高校受験は低いと、上やったとしても、そこはちょっと理解しておいてほしいですね、3つ目の基準は都道府県の入試が 70% 未満だった高校受験、もちろん私立とかだと独自の問題、公立高校でも一部独自の問題やってるとかあると思いますけど、基本はその都道府県が作った問題を解くっていうところが多いと思うんですよ、ちょっと東京とかね特殊だと思うんですけど、オーソドックスな都道府県の入試問題で 70% 未満の得点率の科目があったら、そこは復習すべき合図なんじゃないかなと思いますね、県内の全高校受験生が解く前提で作られた、そんなに難易度の高くないスタンダードな難易度の入試問題ですね、その各都道府
県の進学校のトップ校の子とかは、うん、標準問題だったらそれこそ満点近く取っちゃうと思うんですよ、うんうんうん、だから本当に最難関の公立高校とかは独自で入試やってたりするわけですけど、うんうんうん、7割ってことは中学レベルの完成度が高いとは、まあ、言えないかなというふうになっちゃうんですね、うん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 、ですね。基本問題の割合が7割ぐらいじゃないですか、うん、で応用問題がまあ一部もちろんあるとは思うんですけど、はい、数学とか英語に関しては、うんうん、応用問題は多少取れなくても仕方ない部分はあると思います、うん、応用問題取れなかったからといって大学受験つまずくかっていうとそこは関係ないからと。ただ基本問題落としてたらやばいよと、うん、そういう意味で 70% は絶対取ってねっていう意味で設定しました。数学だったら基本的な計算の小問題とか、あとは大問の最初の方の計算とか、まあ、正面問題はできないまでもみたいなイメージですかね、うん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 、なのでそのあたりの基準を照らし合わせて自分が復習すべきかどうかを考えてください、はい、4つ目の基準は大学受験の基本的な参考書でつまずいた。例を挙げると大岩の一番初めの英文法入門問題成功の数学 1A、うん、なのでもし苦戦をしてたとするならばおそらく中学レベルが何かしら抜けているから苦戦してるんじゃないかっていう、ねうん、ところのサインになるかなと思います、はい、まあ大岩も入門も分かりやすいとはいえ、はい、中学知識スカスカの状態で読んでめちゃめちゃ分かりやすいかどうかは保証できないみたいな、うんですね、イメージですかね、うん、だからある程度中学レベルの内容は分かってる前提で、まあ、大岩先生だったり入門問題成功の著者の先生が解説してるんで、うん、そこはちょっと気をつけてほしいなというふうに思いますね。分かってないってことは普通は分かるから分かってないってことは自分なんかちょっと前の範囲でやばいことあるんちゃうかなみたいな考え方をしてほしいなというふうに思います、うん、そうですね、これが以上4つの基準、こんな人は中学レベルからやり直してよっていうサインでした、はい、ここからが本題です。中学レベルから戻らないといけないと言われたあなたは受からないのか、どう挽回していけばいいのか、ここからちょっと話していこうかなと思います、はい、まず前提としてやり直した方が受かる可能性が上がるってことをねちょっと伝えておきたいですね、うん、はい、清水先生も結構中学レベルからやり直しをしてもらってで早稲田に受かった子とか、うん、全然いますよね。います、います。もうやり直してなかったらもうなかったみたいな。ああ、確かにね。山見先生もやり直してなかったでしたっけ？山見先生もやり直してました。そうですよね。噂によるとね、三人称単数の英語からやったっけ？その辺からやり直したみたいな。高校受験の時英語がすごい苦手だったんでしょうね。ぐらいのこと言ってましたよ。っていうまあまあ実例もね、はいはい、まあ身近にあるわけですけども、まあ、別に早稲田に限らず、はい、いろんな大学を目指す上で、中学抜けてたらどこの大学も目指せんみたいなところはあるんで、うんうんうん、これはもうマストなんですね。マスト。逆にここをステップ踏まずに、うん、大学受験のしっかりした範囲をやると、うん、仕上がらない。シンプル。仕上がらないですね。進まない。長文読むにしてもやっぱり基本的な文をうまく訳せないから、はい、抜けちゃうんですよね。そう解説が読んでも、まあ、ピンとこなかったりとか、うんうんうん、ちょっと知識量が多すぎたりとかで、うんうんうん、日々の勉強効率がそもそも上がらない、正しい勉強法になりにくい、うん、回答暗記で終わっちゃったりとかになりやすいっていうリスクを非常にはらんでると、うん、土地をしっかり固めてあげてから上に積み上げるとまあスムーズにいくっていう、うんうん、急がば回れですね、うんうん、いわゆる最速で大学受験合格したいからこそ土台をしっかり作るっていうことが高いレベルにたどり着くために必要っていうね、うん、中学レベルの参考書は早い人で2週間ぐらいあれば全然終わりますね。そうなんです。中学3年分やり直した後に高校3年間分っていうイメージじゃないんですよね、うん、高校3年分ってイメージに対して中学はまあ1年分もないかなみたいなぐらいのボリュームでありますよね。確かに比率でいくと数学 1A の範囲で、はい、そのボリューム感で中学3年間の中1の数学、中2の数学、中3の数学は収まるよねみたいな。そうですね。だし、まあ、ゼロではないと思うので、うんうん、やり直したとしてはもっと少ない時間で終わる人は結構いるんじゃないかなと、うん、参考書で手っ取り早く復習をすれば早い人で2週間、時間かかっても1ヶ月、うん、あれば十分終わると思います、うん、全部わかんないわけじゃないから苦手なところだけ絞ってやればもっと早く終わると思います、うん、なんでそういうやり方をしてほしいなと思います。でおすすめの参考書発表しておくと、英語に関しては中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくっていう本がダントツおすすめです、はい、これまあ本当に2週間とかで終わります。一つ一つ分かりやすくシリーズっていうのが中1の英語、中2の英語、中3の英語っていうのが合体させました。中学校3年間の勉強を1冊でできるようになってるんで、うん、めっちゃコスパいいっす。逆転合格者にとっての神、うん、3月とかでも最初の2週間ぐらいこれ復習してそこから大岩やって、はい、でパターンドリルとかね高校英文どっか一つ一つかやればまあ十分基礎は固まるので、まずこの一つ一つ分かりやすくを2週間で終わらせる、はい、を目標にやってほしいなと思います。あとは数学で言うと優しい中学数学ですね、はい、中学校3年間の数学を1冊にまとめた本で200何十問とかね問題の数は結構多いんですけど、でも1問1問軽いんでどん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 サクサク進めてこれも 2,3 週間で十分終わる量になってますと。そうですね。英語数学はこのあたりをやってほしいかなと思いますね、はい、あと現代文ちょっとだけ話しておくと、はい、語彙力不足の子がやっぱ目立つんで、うんうん、国語力を伸ばす中学語彙1700っていう語彙の教材があります。現代文の評論とかでよく出る熟語とかを扱ってる本になるんで、その意味とか使い方とかをマスターしていけば文章を読む力上がると、はい、こういうね言葉を知らない人は要注意だよというふうに思っておいてください。あと古文だと怖くない国語とか高校受験の古文から大嫌いですみたいな人は岡本先生とか富井先生でも結構きついかなっていう場合は国語とかに戻ってあげると、まあ、少し漫画とか入っててやりやすいかなと思います。
ですね。古文ねめっちゃ難易度上がりますからね、うん、中学レベルつまずいてる人は、まあ、歴史仮名遣いの復習とかその辺りをしておいてほしいなと思います、はい、まあ、みんなねプライドあると思うんですよ。中学レベルやりたくないな、自分はそんなレベルじゃないぞみたいなね。でもちゃんとやり直した方がマジで受かるからと。そこは僕らもたくさん見てきているから、中学レベルから復習して、早稲田とか国公立とか難関大合格した人めっちゃ見てるんで大丈夫です。短期間で終わります。だからプライド一回捨てて、自分は中学レベルなんだってことをまず自覚して、でもそこを徹底的に早いスピードで復習してバッチリってなった状態で高校内容入っていこうよと。それが逆転合格への第一歩だっていうのをねちょっと伝えたいなと思います、はい、以上、こんな人は中学レベルかでした。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。